合ってるの？合ってますね。その通り合ってる。はい、今回も楽屋からお届けしております。今日はこちら。あ、占いは基本的にはいいことだけ信じるんです。単純だから。であんまり鵜呑みしないタイプですけど、もうこのゲッターズさんの五星三神占いと、まあ、あとは誕生日占い、こういう本意外と見たことないなと思って、ちょっと今日はスタッフさんもちらほらいるので当たってるのかどうか見てみようかなと。ゲッターズさん行ってみよう。この1995年の2月10日は7番って書いてあるんですよ。1から10っていうカテゴリーに分けられ、羅針盤座っていうのかな。羅針盤座、銀の羅針盤座らしいです。私は2021年の運気、人生を大きく左右する分岐点となる年、前を向いて新しい世界に飛び込んで、いっぱい書いてあるけど、じゃあこの緑のラインマーカーのところだけ。チャレンジの年の1年目は気持ちの切り替えが始まり、興味のあることや環境も変化する。2021年の頑張りが後の人生を大きく変えることです。いいことなのか。2021年は初めて会った人との交流を深めることが大切。これまでの友人関係よりも新しい人を大切にするぐらいの気持ちで行きましょう。新しい趣味や習い事をスタートする良い年、良い年です。そうなの。習い事やりたいの。お、ゲッターズさんからのこれアドバイス。イメチェンをするときには上品さを忘れないで。ああ、います。私の7。ネガティブで正義感が強い人。その通り。自分が正しいと思った時の突っ走る力が強く、せっかちで行動力はありますがやや雑。好きなことが見つかると粘り強さを発揮します。正義感があり面倒見は非常にいいのに、不思議と人が苦手で人間関係を作るのに不器用な面があるでしょう。まさにそうだね。おだてに極端に弱、おだてられることに、褒められたりってこと、持ち上げられることに極端に弱く、褒められたら何でもやってしまうところも、年上の人から好かれることが多く、その人次第で人生が大きく変わってしまうところがある。その通りだね。褒められたら無理です。基本成果かな、これを知ろう。開運参加状いただいております。年上の知り合いを作る。雑な行動を控える。さっきからよく出てきますね。雑人を褒めること。あとは健康運、あ、総合運。パワフルに行動できるとし、遠慮しないで気になったことにはどんどん飛び込んでみるといい体験や経験ができそう。環境を変えたいときに思い切って進むのは良いですが、協力してもらうことを忘れないように。健康運は食べ過ぎで下半身が太りやすくなるので、寝る前4時間以内の麺類は特に避けるようにしてください。具体的。すごい細かい。すごい。仕事&金運。人との関わりが増え仕事も多くなるとし、新しい仕事や不慣れなことも任されますが、何事も素早く取り組めばやる気が湧いてきそう。雑な、すごい雑だ。すごい雑なのね。雑な部分や爪の甘さを指摘されたり、至らない点が表に出てきたりしても成長できる余白と思って前向きに捉え、多少の失敗で落ち込まないようにしよう。金運はどんぶり勘定、鑑定、どんぶり勘定って何ですか。要はざっくり、いくらみたいな、細かくいただく。あ、大雑把。大雑把。をやめて1週間に使う金額を決めておいて、収入の1から2割は勉強やスキルアップのために使おう。どんぶり勘定か。そしたらはるな、いや素晴らしくどんぶり勘定。ラッキーカラーカーキ。おー。ラッキーフードカルボナーラとたい焼き。ラッキースポット水族館、夜景の見える場所。おー。いやこれ合ってるの。合ってますね。だからさ、総合的に言うとさ、はるなはさ雑で
あと何どんぶり感情で、とにかく合ってんのよこれこのしかもびっくりするね細かいよ、うん、あのアドバイスとか、うんうん、すごいよ、うん、一番付き合いが長いスタッフさんが言ってるんですもん、うんうん、合ってるよ。笹本さん何月何日？僕ね8月24日。何年だ？何年から1982年。インディアンザ金のインディアンザ、金のインディアンザ、なんかすげえな良さそう瞬発力だけで生きる中学生やばいじゃん最高向上心を隠し持ち周囲が驚くようなアイディアを生み出すことができる。おお、もうだからやっぱ合ってるよね。私たちも笑いすぎる。めっちゃ笑ってる。誕生日すごいね。熱い。皆さんやったことあります？2月10日。高い理想を持ち鋭い直感力を備えたカリスマ。うん、自分のことは自分で決めたいタイプで束縛は苦手。あ物事え合ってる。みんなうんって言ってる。物事の本質を正確に捉えるので問題解決が得意。うん、うん、合ってる。うん、時にはあ合ってるよこっからいくよ、うん。時にはイライラして気難しいところもあります。それ合ってていいの？が敏感で思いやりがあり人に好かれる。ああ、うん、思いやりがありますね。で、どう、うん、どんな感じ？めちゃくちゃ合ってると思う。合ってるとこいっぱいある気がする。長所短所も書いてある。長所、リーダーシップがある、うん。創造性がある。人に依存しないグループでいるのが好き。うん、短所。これ短所これ文句ばっかじゃねえか。威張ってる、妬み深い、優柔不断、気が短い。合ってるー短所合ってんね。いや、いいとこもね、合ってるよ。いいところも合ってる。いいも合ってる。社交的なのか、そんなに社交的、意外と人見知りなのよ、だから。人見知りだけどさ、ほら、仲良くなったスタッフの知人にはさ、すごい、トマト配ってくれてるさ、うん、確かに。自立心が強く自分の思い通りにやらないと気が済まない。それはそうだね、うん、あれこれ指示されると腹を立てるタイプ。あ売るのも買うのも得意なので代理人業務にぴったり、政治家としてあるいは福祉関係の仕事や公務員や総務的な職なども向いている。創造的なので演劇やスポーツ、音楽や芸術、写真などの分野の開拓もラッキー、うんうん、すごい。だから結構マルチにいろんなことをやってもいいよっていうことを言ってくれてるのね、うんうん、しかもカリスマ性が出てきたし、うんうん、なかなか起きてるよ。だから結構バカにできないよ。占いを全部丸呑みするわけでもないけど、なんかちょっと心の片隅にアドバイスとか、なんか自分ってこういう人間なんだっていうのを踏まえた上で明日から生活するとなんか気持ちに変化が出るでしょうね。ということで私ってこんな人なんだっていうのが結構合ってました。占いでした。さようなら。